おはようございます。おはようございます。サラの愛です。タコです。今日は愛知県の河津桜とかを撮りに行きました。イエーイ、ね、愛知県の春を今回堪能しましょう。堪能しましょう、はい、行ってきます。はい、まず1箇所目が愛知牧場に、うん、菜の花を撮りに行きます。うん、菜の花畑ね。はい、うん、じゃあこのまま移動。移動。愛知牧場到着。到着。菜の花畑めっちゃ綺麗ね。めっちゃ綺麗。春だ。春だ。菜の花の。入場料100円入れて入ろう。入りましょう。あ、じゃあ向こうの方に行って、うん、撮るんで。はい、行きましょう。はい、じゃあコート脱いで行ってください。バイバイ。あー、おった。おらんかと思った。そんな見えへんにゃ。もうちょっとこっち向いて、こっち向いて、あ、向きすぎ。そこバックの上って乗れる？壊れるかな。ちょっとそれは怖い。怖い。うん、ジャンプしてみて一瞬。いくよ。はい、せーの。オッケー。犬多いね。うん、犬もうハッピードッグ。ハッピードッグ、みんなウキウキ。もう、うん、スキップしてんな。うん、ハッピーハッピードッグ、ハッピーハッピーハッピードッグ、おじゃすルッキッチャー。なんか細かいな。解像度高いね。あれかわいいやん。かわいいな、あれな。そう、あんな感じのウキウキ犬がいっぱい。ね、ちょっとわからない人ら調べてください。はい、ハッピードッグって。ください。じゃあ次移動しようか。うん。次はなんだい。お昼ご飯食べようか。あ、お昼ご飯。お腹すいたくない？うん、お腹すいた。名古屋の愛知の名物何を食べるんだろう。何やろうな。はい、まだ決まってません。ちょっと調べていきましょう、うん、はい、まだ決まってないんで調べていきます、はい、じゃあ移動。移動。じゃあね、ちょっと食べてか。ちょっと唐揚げぐらいさ、屋台がいっぱいあるもんな。うん、10個だけ食べてか。体温まるし。でも確かにすっごい美味しそう、うん、だが断る。どうして？だが断る。俺はこの後の愛知名物をお腹いっぱい食べたい。チュロスあるの？チュロス、美味しそう、うん、だが断れ。なんで？ダメです。お腹すいたよ。ダメです。ダメです。我慢しましょう。はい、はい、昼ご飯。お腹すいた。ということで、愛知といえばひつまぶしが食べたくて長谷部ってことになりました。はい、じゃあとりあえず入ってみよう。行きましょう。はい、ここどこ？新城市は、長篠の河津桜を見に来ました。長篠の河津桜です。うん、なんか有名なね、トンネルの先に河津桜があるスポットがあるんで、うん、まあ、その辺りで、そこと、あとは河津桜の並木道で撮影しようかなと思います。ここやね。うん、トンネルの先に河津桜が見えるんですけど、めちゃくちゃ綺麗やん。めっちゃ綺麗やな、もうな。ね、さっきさ、まあ、車通ったけど、ここ普通に車が通る場所やから、トンネル内の撮影は、まあ、注意してやっていこうっていうことで、うん、うん、なんかツイッターでは禁止っていう風に聞いたんやけど、禁止ではないよね。注意だしね。うん、まあ、注意して撮っていこう。うん、普通にこういう風にね、車が通るんで、通りつつも普通に人も歩いてるしな。うん、注意しながら撮影していこう。はい、はい。道めっちゃ綺麗。トンネルじゃん。ね、すごい桜のトンネルや。わあ。わあ。光もいい感じに入ってきてるやん。うん、綺麗やん、綺麗。
とこで撮る？どこで撮ろう、どこで撮ろう、とりあえずとりあえずぐるっと回るか。うん、いや気持ちよすぎやろこれ。ちょっと待って、車来た。車来た。ああ、ごめんなさい。ありがとうございます。もうちょいこっち来て。そこ。いい感じ、今。ここが指してる。荒井さんの後ろ。あ、俺俺がいい感じだった。いい感じだった、今。ここもなんかいいな。あ、いいかも、これ。逆光がいい感じになってる。うん。ちょっとこれ撮ろう。寒い。どうやった？あ、何か。トイレ？あ、もう、勝ち確。勝ち確っていうか、もう勝ちました。優勝した？はい、負けることはない。私が尿意なんかに負けることはない。はい。ということで、先ほど撮った写真がこちらになります。どうぞ。いい写真ですね。はいになってますね。あ、もうめちゃくちゃはい。もうよかった本当に。ってことで、今日の愛知の河津桜巡りは以上ということで。はい。はい。いっぱい桜をいっぱい春を探せましたね。うん、めちゃくちゃ良かったね。うん、いい写真いっぱい撮れたね。うん、新城まで来てよかった。うん、よかった。あ、はい、じゃあ皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。